はいどうも皆さん、トレアリステレスです。そうだな、今ね、まあラックスのね動画を上げれたし、まあ結構フリーな感じでね今動画作ろうと思ってて、まあね、新しくコスト1企画みたいに何かやってもいいし、まあだらっといろいろ構成をねやってみてる連動を上げてるのと、まあランクを上げようという期間にねなってる感じで動画を撮ってるんですけど、まあ今回はバードすごい、バードすごいな。あのね、最近ねめっちゃ思うのが、まあコスト2とかコスト3のキャリーを最近結構考えて使ってみてるんだけど、まあリロールのタイミング、まあみんな分かりやすいのだとセナとかさ、コスト3、まあエッジロードのリベンとかは結構、まあコスト2コスト3のリロールキャリーとしてね分かりやすいと思うんだけど、最近それで試してんだ。これ懸念取るわ。最近それで試してんのが、KDA のセラフィーンね。めちゃめちゃ強い気してる今。KDA のセラフィーン、まあ、セラフィーンどっちもいいんだけど、KDA、スペルウィーバー、スーパーファン。まあ、ルルとか入れて、スペルウィーバーも発動させて、みたいな。の最近めっちゃこすってやってるんだけど、まあなんか勝てるとき勝てないときとか、まあ研究というかね自分でやってみてな感じなんだけど、やっぱねキャラの寄りめっちゃ大事。まあ競合がいないから集まりやすいとかあるんだけど、ちょっと待ってね、ワンワンツーツースリースリーがね、スリースリーいいんだよな。サポート、懸念強いから勝ちに行きたいんだよな。サポートは待つ。いや、これだな。セラフィンが出る。埋まってんのね。1、2、6体開けなきゃいけないの、これ。6体か。KDA。KDA の方が強いか？これで一旦、まあ、ジャズバードの線も残しつつ、ハートスティール、この辺はちょっと、いいかな。一旦売っちゃうわ。で、心の鋼、ね、つけよっかな。つけた方が強いよな。つけます。まあ、一旦これで。そう。で、何が言いたかったかというと、まあ、今、バード2体持ってるわけじゃん。で、この、コスト2、コスト2、コスト3の、リロールキャリーするときは、キャラが寄ってこないとね、マジできついっていうのを最近思いました。これね、まあ無理やりね、競合がいないから集まりやすいなっていうのはあるんだけど、まあ、あったとしても、リロールの数がどうしても間に合わない感じがしてて、やっぱね、もう、まあさっきのファーストラウンドで出たバード2体みたいな、そういうキャラの、今このカタリナみたいなね、カタリナ5体いたじゃん。でカタリナのヘッドライナーとプラス1引ければ多分あの人はカタリナが星3になるわけよ。でもそういうリロールキャリーにリロールをあんまり使わない時に、まあ結構勝てるかなっていう、まあ改めての研究でもないか。まあみんな分かってるか、上手い人は多分やってるんだろうけど、まあ自分でやりながらね、やっぱそうっぽいなって最近思っております。まあ前回のねラックスの動画も、まあラックスヘッドライナー引く前に4枚引けてたし、まあそういうね運もありつつっていうヘッドライナーの引き大事だなっていうのがね最近意識してること。まあ、コスト2、コスト3。まあ、セラフィンかルルーのキャリーを使ってるから、まあ、その辺の意識をしてるっていうのはあるんだけど。
まあバードが早めに来たらねって感じなんだけど、でもね今レベル5でヘッドライナーがコスト2のヘッドライナーが 70% なんだけど、今懸念を持ってるから、まあヘッドライナーの懸念を持ってるから、ヘッドライナーの抽選が4回に1回しか出てこないから、やっぱヘッドライナー持ってると交換しづらい、勝ち進行でいくとヘッドライナー交換しづらいなっていうのは、まあね、ここがね難しいとこだわ、めちゃめちゃ。最近ね、勝てなそうなヘッドライナーはもう取らないで、負け進行で、まあ8、9、10連敗ぐらいまで負け進行でいくっていうのを最近やってて、まあまあ、うん、一つね策が増えたかなぐらい。勝ち進行しか脳みそなかった俺が。まあでもね、楽しいわ。やっぱね、こういうことにね、トライできんのがいいね。いやー、これバード取ったら、いやーでも2個欲しいなー。2個の方が欲しいか。はい、ごめんな。2個の方が欲しそうだった俺。で、まあまあまあ。そう、このね、まあ最近こすってるあれが、このスーパーファン、懸念リリア、ニーコ、そしてエコー。まあ、このコマがさ、KDA 行くときも、ジャズ行くときも、とか、まあ、結構、まあ、その系統の幅が聞きやすいんだよな、スーパーファン。やっぱこれ完成されてるよな、ここの4体。だから最近この辺を集めて、進行していくっていうのを、まあ最近の流行り。うん、まあマジで そんなもんだな。で、今ね、ずっとね、気になるランク状況ですけど、ダイヤじゃねえや。ダイヤ目指してね、頑張ってるんだけど、エメラルド1、2、往復してる今。勝ったり負けたりがねー、あー勝ってほしい、あー危ねー、うーん危ねー、てか絶対2個の方が開催より良かったよなーってめっちゃ思ってたけど、勝てて良かったわ、こっちの方がいいもんな。なんか最近喋るの下手だな俺な、なんか喋るの下手じゃない？ちょっと待って、一旦タバコ吸って舌鳴らすわ。下回んだよね、タバコ吸うとね。うまいね。うまいね。これでタバコ吸えば、舌が回る。まあ、まあ言ってしまえば、まあ口のドーピング剤、まあ、みたいなものかな。まあタバコってやっぱ健康に害があるとか言われてるんだけど、まあ別にそんなことは気にしてないよ。タバコ吸ってね、健康悪くなって、で早く死ねよ、寿命短くなるよとか言われても別にどうだっていいもんね。だってタバコ吸ってた方が人生潤うんだもんね。だって人生の彩りが、タバコがある人生、タバコがない人生、まあどちらが人生に彩りがあるかと言われたら、タバコ吸ってる人生の方が彩りがあるわけでして、まあ、それを無理してまで長生きしたくないよと。俺なジャズ行くんだったら会社使うから重ねてもいいんだけど、んーちょっとね、まあ一人くらい、いやでもねちょっと AP 見たいんよな、セラフィーンキャリーをねお見せしたいんよな、最近ハマってる構成に見せてあげたい、見せてあげたい、まあ動画にしたいだな。からちょっとカイサはジャズの動画出したからな、もうジャズお腹いっぱいでしょみんな。うん、まあこれで、アイテムが AP によるか、ガゴスト作れるか、あと涙めっちゃ使うから、涙何個も欲しいとかかな。あー、美味しいな。精進作れんの美味しいな。で、今、セラフィンが2体。あー、レベル上げて会社でも出すか。そう、セラフィン2体ね。そう、この2体とか3体いないと、リロールキャリーとしては、ちょっとね、物足りない感じはしちゃうね。どうしてもやっぱり。
素で引けてないと結構苦しい。でこれ今2個が後ろにいるんだけど、ちょっと KDA のマス踏んだ方がさすがに強いから後ろスタートにしてるわ。で懸念のまあスーパーファン4のオムニバンプとアイテムが強いから懸念にダメージ受けてもらってっていうでの配置です。うーん、まあ、次のオーグメント見て雑談タイムかオーグメントで多分喋るもんな。よし、オーグメント見るわ。オーグメント見て喋ること考えよう。さてさて、オーグメントですよと。あー、いやー、早技なし。トゥルー。カナタの友さ、魔力。配置、セラフィン左、セラフィンの位置と懸念の位置が結べないか。あー、どれも微妙だー、これ。アップリンク回すか悩むな。ちょっと、回してみるか。アップリンク微妙な感じするな。ちょっと回して。あー、シャックね。いや、悪くないけど。あー、いや、スーパーファンどっちみち使うか。スーパーファンありだな。セラフィン最高？これ、セラフィンのスキルがね、なんか集団にポーンって、スキル飛ばして、相手というか最も多い集団かな。ほら、今この辺、真ん中ら辺めっちゃ固まってるじゃん。セラフィンのスキルポーンなのよ。で、味方に回復、敵にダメージみたいな感じなのね。だから、まあ単純に、エコーとかニーコとかのフロントに回復を入れながらっていうことが、セラフィン、素のセラフィンでできるんだけど、まあ、スーパーファンのヒールをさらに加速させる。伝わるかな？伝わってるかな？セラフィンが、単純にヘッドライナーのダメージプラス、これの 22% がスーパーファンに、回復として入ると。だから今回は、アイテムホルダー、エコーよりもニーコを優先しようかな。いつもはセンチネルと、まあ、トゥルーブンでエコーが強いからエコーの方に、エコーかニーコだったらエコーに寄せるのよ。優先順位としてはセラフィン、ルル、エコーなのね。で、まあエコースーパーファンじゃないから、まあ、今回はエコーよりはニーコにアイテムを回す。でスーパーファンを、まあ、オーグメント分でしっかりと回復してもらおうかな。あー、負けそう、これ。負けそうだな。負けるんだったら、そうね、負けそうね。あー、エコーのシールドだるい。負けるんだったら、これ、懸念、受けたし、懸念打ってヘッドライナー見に行こうかな。で、こっから、まあ、一回負けたら、もう負け進行で、正直いいかなという感じではある。ああ、ニーコが取られる。ニーコの涙めっちゃ欲しかったな。あー、エコーのベスト取れたらベストだな。あー、そうね。あ、じゃあベスト、ガゴスト作りたいから、ベストが取れない。あー、じゃあネガトロンでいいよ。あー、くそ。欲しいの。まあ、これがね、勝ち進行でね、ドラフト動けない。あー、アーリー嬉しい。アーリー出しても懸念売ろう。で、歯がね、ああ、ガゴスト作れないもんな。まあ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 、しゃあないか。で、ジャズはちょっともういいかな。セラフィンの寄りが結構思ったよりも、セラフィンの寄り良くて。まあまあまあ、星3作れそうかなって感じではある。なんか、イヤホン片耳でさ、いつもゲームするとき、やるんだけど寂しいわ。両耳イヤホンにした。これで外界の音を立って、ま、ゲームに入り込める。このね、アーリ弾けてんのはかなり美味しいね。まあまあこの辺も負けるでしょう。全然いい全然いい全然いい。でコスト、まあセラフィンかルルの、まあ、できればセラフィンだったら KD スペルビーバーどっちでもよくて、
ルルだったらスペルウィーバーの方が正直美味しいって感じかな。あ、ルル引けた。ああ、開催いらないか。どうしようかな。まあでも一旦いいか。どうせセラフィーンを引くんだったら開催がいらないんだけど、 KDA5 の方がまだって感じあるな。まあ負け進行というか、負けると言ってもギリギリダメージをあんまり背負いたくはない。あ、ここはジャズなのかな。あ、待って、セラフィンいるな。あー、セラフィン6体です。待って、ルルもいるわ。ルルもいるな。ルルもいるわ。終わったかも。もうなんで、なんでだよ。俺がね、セラフィンとルルどっちかでいいなって言ってた、どっちもヘッドライナー持ってかれてるわ。これはね、構成変更の余地あり。どうしよう。それだったらシンプルに KDA 行くか。いや、KDA 行った方がいいか。あと、ここだもんね。ルルー。AD、セラフィン、もうセラフィンの6体持ってるわけよ、この人が。で、確か、コスト2が、21体か。とかだから、ピックプールが。チャンピオンプール。プールバック。なんかね、公式でね、ロールのね、公式でね、なんか言い方あったらしいんだよな。忘れちゃったけど。わー、じゃあ、もう KDA 行くか。無理だもんな。セラフィーンは正直もう寄ってこない。ルルも結構きついってなると、まあこのまんまの構成を生かしたまんま進める KDA にしようかな。あー、くそ、今流行ってるというか俺の中で来てるやつ見せたかったのに。まあこんなもんか。まあでも一応スーパーファンのオーグメントはスーパーファン使えるから腐らないし、まあアーリも早いし、まあまあそんなにこの構成の変化、構成の路線変更的にはそんなにめちゃめちゃバッドではない。 No bad。 これはね、大好きなね、日本韓国さんがね、よく言うよね、 No bad。ジャスミン茶がうまい。セブンイレブンのね、ジャスミン茶美味しいんだよ。知ってた。知ってるか。ダミーも悪くねー。いやー、ちょっと待ってね。小さな仲間たちを取ると、コストが1、2、3、5体いるわけでしょ ?5 体だから、体力が325と 45% 上がんのか。ありだな。で、これで、アーリか、アカリを、キャリーにしようかなって感じ。で、アイテムも、今んとこ作ってないから、知見作れるし、ブルーバフナッシャートゥースも作れるし、まあ、余ってる、ステラックの固定も、まあ、知見ステラックの固定ナッシャーブルーバフが今のベンチの感じなんだけど、別に悪くないもんな。アカリとアーリにアイテムを分配するとしては。いや別に、なんか結果的にノーマル KDA になりそうだな。悪くない感じではあるな。いや、アイテム作っとかなくてよかった。精進をね、作ろうとね、思ってね、下の BF と涙取っといたんだけど、結果的に作らなくてよかった形になってるな。いや、見といてよかったー。セラフィンとルルインのうぜえけど。まあ、しょうがない。あー、今出るんだー。だって無理だもんね。7体。で、これで8体、9体、10体。今10体見えた、セラフィンが。で、これで、次リロールしたいから、KDA リセットするためだけに、今セラフィン取って、1円無駄にした。まあでも、しょうがないけどね。しょうがないんだけど。今取っても、セラフィーン7体、8体、10体いたもんね。10体いたら、まあ、ほぼきつい。セラフィーンの星3作るのは。
ほぼきついからもうアーリとアーリに、アーリアーリとアカリに絞る。で、どっちかが、ダメージ多分、どっちもね、ダメージバカ出るんだよな。アーリも、アカリも。ダメージとんでもないから、その間にスーパーファンの、まあみんなも耐えれるし、まあ小さな仲間たちで、まあコスト1コスト2の入ってる分、アカリとアーリが攻撃速度と体力が上がって参ると。いった形かな。まあ、こうは言ってるけど、いささか不服ではある。悔しい。まあまあまあ、しゃあないか。さすがにな。これ。ベストのエコー、取るか。アーリでも悪くないけど。ベストの方がちょっと今優先順位高いかな。で、ガゴスと心の鋼をニーコに渡す。まあ、プラスもうワン単価アイテム、なんか出たら欲しいけど。ガゴストと心の鋼だと AP に弱いか。ちょっと回しますかい？アカリかアーリが欲しい。もうレベル8。アーリ、イブリンも使う。フェンタ、モッシャー、センチ、ガーディアン、ダズラー、スペルウィーバー、スペルウィーバー側のアリだけなしなんだよね。X アカリ最高。はい、リセット完了。めちゃめちゃうまくいってるわ。アカリのエクセ側はマジで最高。これね、アイテムを2個に移したいんだよな。ちょっと待ってね、知見をまず渡します。ごめんね、ちょっとね。対戦中見づらいけどね。ナッシャー作ります。ブルーバフを作ります。ま、一旦これで、アーリのアイテム、アカリのアイテム、悪くない。まあ、カタリナの星さんの方が強そうだな。今んとここの盤面だと。いや、でもワンチャンス？あー、ナイフ痛い。このナイフがね、強いのよ、カタリナ。あー、お前。これはしょうがない。まあまあまあ、でも、全然いいよ。アカリのエクセ側はマジ神。最高。で、これ、ニーコにアイテム移してんだよな。エコーちょっと一旦売ります。鋼、ガゴストか。サンファイアも欲しいんだけどな。まあサンファイアも欲しいけど、まあニーコのタンク性能を上げてあげたいので、ニーコ優先。アーリー。ニーコじゃねえ、ガゴスト優先。エコー。ニーコエコー？あー、エコー、アーリーいらないね。まあまあまあ、エコーが星に、まあ、ニーコがあと1体重なってくれれば、まあ、フロントも耐えれるんじゃないかな。で、これ実は、アカリがダメージ出してる分、ニーコが回復してるんだよね。オーグメントの、スーパーファンのためにっていうオーグメントで、アカリがダメージ出せば、ニーコの体力が、ポンポンポン、ほら、55、80、98。結構ね、回復してくれてるし、まあ、小さな仲間たちのオーグメントもあって、アカリとアーリが意外とダメージが出てる。まあ、体力と攻撃速度上がってんのは、これね、マジ KDA 用だよな、このオーグメント。まあそこまで確定ではないけど、まあ、結構ね、活かしやすいかなって思うね。まあコスト1、2、5体、コスト1と2のやつを5体盤面に使えて、まあ、プラススーパーファンたちもいるから、まあ、結構活かしやすいオーグメントかなとは思うわ。まあ、別に、マジで久々に撮ったけどね。ニーコ欲しいけどな。ちょっと見るか。精進とガードブレイカーでも悪くなかったんだけど、俺だったらヘクガンとハンジャスにした方がいいか。でヘクガンアーリーで、ハンジャスアカーリー、これをベルトをエコーにだけ持たしてトゥルーを発動させる。で、ニーコが、まあ、星になってくれたらとりあえずの盤面は完成かな。で、レベル9いって KDA9 か。KDA9 じゃねえわ。レベル9で KDA7 か。まあ、そんな感じだな。あー、エズノウルト痛えけど、アカリがトントントン。おお、すげえ。そう、このね、AOE で、みんなにダメージ入るのが強い。はい、アカリ。じゃあ全然参るよ、アカリ。はいはい、トントントン。あ、強くね？あ、強くね？
あれ今一応 1v5 だったよね。かっこ触手1本。これがね明かり強いんだよ。でもまあ強いとはいえどね、強いとはいえど明かりの何が弱いって言われたら、ポッピーとかまあブルーザー系とか一体が落ちないみたいなのがめっちゃきつい。正直めっちゃきついのと、あとフロント他のやつが耐えててくれないと結局明かりだけ残るっていう盤面によくなるんだけど、そうなった時に明かりが全部削り切れるような状態に しといてもらわないときつい。いいね、光栄の TF 落とせたら神。はい、最高。全然いい全然いい全然いい。そう、前衛がね、ほらニーコが耐えてて、ニーコとエコが耐えててくれたら明かりが光栄入って暴れれるんよね。で、明かり、アーリとか、セラフィーンが落とされないまんま、そうそうそう、無限ヒール、無限ヒール、無限ヒール。すごいすごいすごい。こういう盤面になる。こういう戦い方になる。これができんのが、まあ、強い盤面かな。KDA 行くとき。まあ、逆に、フロントやわやわで、もうすぐアーリとか落ちちゃってみたいになると、明かりが最後残ったとて、めっちゃきつい。ってなっちゃうね。まあザックとか、まあエコーとか相手残った時にスタンで止まっちゃうんだよね、明かりの攻撃が。攻撃とか渾身手裏剣のビュンビュンビュンが止まっちゃうから、まあ、それがきついから、それがないような状態、フロント耐えてる間に明かりが光栄溶かせるようなことが起きるとめちゃめちゃいい。はい、まず1体アフェ落ちます。ルシアン落とせ、落とせそう。はい、ルシアン落ちる。そう、こうやってる間に今ニーコは落ちたが、エコーがまだ生きてて、いいね。エズにフォーカス最高。ほら、アーリが生きてんのよ。アーリとアカリが生きてればマジで最強のダメージティーラー。こいつらマジで強いんだよな。結構ね、 KDA ティア高い気がするな今のメタ。どうなんだろう。まあやってる感じではあるけど、まあ別にその言ってしまえばハートスティールとか、まあ、レベル9とか10のスケールには、まあ、もちろん勝てない。そのスケールはやっぱ強いんだけど、まあ、全然悪くないね。まあ上位は結構狙いやすいみたいな構成。うーん、これモレロしかないか。モレロしかないよな。そうだな、エクガンナッシャージャイスレペンタイトビット、うーん、モレロをニーコに持たすしかないかな。本当はね、サンファイアの方が良かったんだけど。まあまあまあ、悪くないでしょう。モレロ。で、まあ、フロントアイテム、エコーとか、まあ、ラスト、エルダーとかで出たアイテム取るなら、エコーのフロントアイテムとかかな。くらい。で、とりあえずレベル9に行って KD を7にしたいから、まあ、そこは結構絶対、絶対条件かな。しばらくは明かりとアーリの舞を観察する舞台です。私たちはさあ、エズリアル、はい、ジャズね。そう、このハートスティールジャズのね、まあビッグショットなのかな、まあ結構やっぱ強い。このスケールは強いが、はい、光栄落ちます。 MF バードはね、まあダメージそんな出さないからな。そう、このポッピーとかだるいんだけど、このポッピーとかをアーリの単体火力、明かりの全体火力、このコンボがめちゃめちゃバランスが取れてる。 KDA はまあ純粋に強いよねって思える要因だよね、これ。あー、まあまあまあ、リシ取りつつレベル9かな。レベル9見てだな。でもめちゃめちゃいいな今んとこ。ちゃんとただ KDA がうまくいってる人だわ。アントリー、ハート、ビッグショット3、スペルウィーバー。まあ、まあでも大丈夫そうだけどな。しばらくはのんびり。さあ、ここね、カタリナのとこね。KDA、カタリナ。スーパーファンか。はい、いいよ。明かりがまず入ります。アーリ対策なのか、このドラゴンクロー。ドラゴンクロー、ネズミのニーコだる。でも、フロントが耐えれてるし、アーリももちろん落とせる。
いいよいいよいいよ。で、アーリが、アーリがチャーム、アーリチャームしてる間に、明かりがトントン舞いつつ、スタンも食らってない。809入る、明かりブリンク逃げる。はい、あれ、あー、はい、カタリナ落ちる。はい、勝てる。うおー、これ、これ、強い。これが強い。アーリ、明かりバランスよ。マジ強えわ。なんだこいつら。今、まあ、まあまあまあ、いい盤面に揃えれたからいいんだけどね、別に。まあでも結構分岐としては、スペルウィーバーの明かり、じゃねえや、スペルウィーバーのアーリ蹴ったとこがね、結構今この状況を招いてる気がする。KDA のスペルウィーバー側のアーリー、結構きついと思ってんのね。スペルウィーバーのアーリーだけ嫌なのよ。明かりか、アーリーにおいて。まあでもそこを、まあうまいことを贅沢して、贅沢に勝ったから今この状況がある。冬の誓いでいいかな。相手持たすやつ別に、エコーぐらいだから。冬の誓いをエコーに持たそうかな。いやいやいや、これで KDA7 完成。エクセクラウドダイバー、ビッグショット。うん、まあでもこれも、これ完成盤面だね、KDA の。結構これ以上ないかも。さあ、頑張れ。ブリンク入る。このね、ドラゴンクローの2個だるすぎ。アーリのチャーム何回受けんだよ、こいつ。あー、カントリーのヘカリム来るけど、まあまあまあ、でもナイフ痛いけど全然耐えれてる。ナイトエッジでフォーカスがばらけたが全然余裕そう。2個硬いね、あんた。2個めっちゃ硬い。これね、明かりのヒールがね、2個に行ってんのがめちゃめちゃ強いと思うわ。1万と9000。ダメージ出すぎね。あー、これなー。2個が3体。あーと、ヨネを星3にしそうなのか。ここは利子がない。ここだな。ここが、カントリー5で、利子が50あるから、まあ、クラウドダイバーとか、プラスで盛られるときつい。かな。ここは多分、正直、まあ大丈夫な気がする。これ以上の構成のスケールっていうのが。まあ、ケインとキアナとヨネが重なるぐらいか。でも、利子がないから、もうお金ないんだよね。この人は。から、勝てれば、悪くない。さあ、頑張れ。いいよ。アーリが、チャーム、触手にね、チャーム行くのだるいね。けど、勝て、ポッピーが勝て、582しか入んねえわ。待って、明かり、明かり助けて。あー、やばい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 。明かり ?1v2? いや、でもこれ勝てるんじゃないかな。いや、これ勝てると思うよ、俺。エズ落ちる。はい、最高。いいよ。はい、瀬戸硬いんだよな。サンファイアがだり。はいはい、スキル避けます。はい、殴る、殴る、殴る。では、最高。これさ、絶対小さな仲間たちのエース分で勝っただろ。攻撃速度めっちゃ速かったもんな、今。うわぁ、オーグメント生きてる。これ TFT 最高の瞬間だな。この接戦。自分の取ったオーグメントとかでね。まあ、これ絶対これで、これ分で決まっただろっていうの。ありがてえ。まあ、ヨネが、星2で止まって、ブルーザー、イラオイが重なったと。まあまあまあ。一旦こっちにずらしますか。で、クラウドダイバーが飛んでくんのだけだるいんだよね。アーリーに止まんのがだるいのと、最初のスタン、おー、ラッキー。最初のスタン避けようと思って、明かり左、右に置いたんだけど、相手も合わせてきてた。けど、食らわなかった。なぜか。はい、明かりが舞いますよ。そんなこと言ってたら。あ、いいよ。アーリのチャーム、ヘクガン分でなんとか回復もできます。いやー、明かりにスタンやめて。いいよ。2個ガーディアンのシールド、明かりダメージ出して、ヘクガンと明かりのダメージで2個の体力が。あー、どうなるこれ。いや、勝てる。いや、勝てるな。いや、この2体、2人残ってれば勝てる。あー、ナイフが痛いけど、ナイフが痛いけど、ピュンピュン飛び、ナイフ痛。負けるんだ。カタリナ強くないか?今の負けんのか?マジか。これさ、スペルウィーバーありだな。スペルウィーバーありだな。取るか。しかも、ソナだし。
レベル10にして、スペルウィーバー5かな。ソナも出して、まあ、スペルウィーバー、これスペルウィーバー誰にしよう ?500。でもね、スペルウィーバーはスキルが回った方が強くはあるんだよな。それで言ったら、カイサがマナが30だから、カイサが一番スキル回りやすくはあるんだけど、まあ別に誰でもいいな。こうなったら別に誰でもいいわ。正直、スペルウィーバー発動するだけのためだから、ぶっちゃけ誰でもいいね。まあ、エコーも持たすなら単回転だし。まあ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 、誰でもいいな。頑張れ。いいよ。瀬戸がさっきめっちゃ硬かったけど、アーリのフォーカス受けてて、瀬戸がすぐ落ちる。そう、このね、ポッピーとかめっちゃきついんだけど、いや、でも、明かりが舞える。はいはいはい。明かり対ポッピーはちなみに、明かりの方が強いです。TFT において。明かりがブリンクでピューンって盤面から一瞬消えるんだけど、そうなると、ポッピーが叩きつけしてる、まあ3回4回ぐらいポンポンポンって叩きつけるんだけど、その叩きつけがポッピーストップすんだよね。なんか一回消えちゃうとリセット入ってもう一回マナ貯め直さないといけなくなる、ポッピーが。から明かりの方が1対1で残った時は明かり対ポッピーは明かりが勝ちます。これはね、何回もポッピー使ってたからね、わかるんだよね。まあ、スペルウィーバー適当に持たして、次でレベル上げてスペルウィーバー5とかにしようかな。まあ、ぶっちゃけアーリの火力上げくらいにしかならないけど。さあ頑張れ。まずルシアン落として。あー、ちょっと残ったな。うん、アーリが、はい、ルシアン落ちる。で、次、アカリにね、エズ狙ってほしいんだけど。うわー、ちょっと待って。ケインが星2でこのパワーか。あー、さすがにか?あん、耐える。まあ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 。いやー、そうね。そうな、いやそうなんだよね。ケイン強いんだよな。ケインマジで強い。ケインはね、コスト5の星に界隈で一番強いと思ってるぐらい強い。まあ実際にどうかは分かんないけど、まあ相手とかにもよるだろうけどね、もちろん。コスト5の星2になれば強いねーは、ケインだね。ケインよりっくいら多い。まあ、まあでも全員強いか。で、まあいいや。で、これレベル10にして、ソナ出す。これはね、ヒールにしようかな。耐えれてれば十分。アイオニックスパークいらない。渋で、ソナだと強そう。あ、待って。エコーのアイテム忘れてた。エコーのモアアイテムにしようねって言ってたのに。エコーを。ソナがもう一体?ソナがもう一体欲しい?待って、俺今ソナ見逃しなかった?まあ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 、でもどうせラストホワイト。さあ頼む。あとは祈るのみ。いいよ、ソナのシブとヒール分で、シブ発動すんのかな、これって。いやでも発動してるわ。で、アーリが一応ダメージ取りやすくなる。ヒールしてあげれる。あー、いいよ、なんとか間に合った。明かりどうなってる今。触手に夢中。エズ、うわー、どうなん ?1v7? 1v7 ですか?いや、でもワンチャンないか、これ。トン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 。はい、MF 落ちます。ブリンクできる。そう、ポッピーがね、マナたまんねえんだよ。イラオイダリー。いや、あ?いや、ワンチャンある。待って、相手、阻害ないよ、相手。勝てる。え、マジで勝てる。そう、叩きつけ止まんのよ。で、ブリンク。あー、マジか!あかり、お前、すごー2万7000ダメージ出てた。マジか。1v7! クラッチ !What the fuck, アカリ!最高でした。じゃあね。